撃に備えて攻撃隊、守備隊の編成を行う。こんだけしかいねえのに分ける意味があんのか。そうだ、全員で突っ込みゃいいだろう。ダメ、これは守るための戦いよ。Dはターミナルを攻撃するため地中深く掘り進む。そうなっては騎兵での排除は容易じゃない。一匹も漏らさず水際で D を阻止する必要がある。守備隊が突破されたら負けだと思っていい。守りを重視しつつ遊撃して敵を括弧撃破するんだ。いいだろう、攻撃はこちらに任せてもらおう。暴れ役は俺に任せて突っ込んでな。君たちの機体では空中の敵に対処しにくい。来襲するダイモスの傾向は予測できる。敵のタイプに合わせて最適の攻撃隊を編成しよう。
なんかこいつ歩かせると足が小村帰りみたいに痛むんだけど、みんなならない？うさみちゃんまでロボットに乗ってるなんてびっくり。夢の話聞いてどうも怪しいと思ってたから、あんたも関係あると思ってたよ、イオリ。足のしびれや痛みは神経接続が馴染んでいないからだ。乗っていればそのうち慣れて違和感はなくなる。搭乗者が不慣れでも13機もいれば戦力としては申し分ない。だがセクター3より敵の攻勢は激しくなる。私の町の時より。そうなんだ。警告、 D 信号接近、攻撃圏内。来たぞ。それぞれ確認しろ。
好機を逃すな。
問題に行くわよ。就労も出るの。任せろ。情報出た。あの気味悪いダイモス、掘削用でドリルフライだってさ。空飛んでんじゃねえか。あれも穴掘んのかよ。俺の乗ってるやつぶん殴るにはいいんだが、あれじゃ手が届かねえ。そういう時は EMP とやらを使えばいい。落っこちてくるから殴れる。面倒だな。98式戦車で D に押し負けた経験から格闘性能のある騎兵が作られたんだ。第一世代は接近性偏重な設計で機動力が高いが、飛んでるやつは想定していなかったようだよ。なんだ網口、なんでそんなの知ってんだ。なんでって、なんていうか教えてもらったんだよ、夢で。なんだよそれ。操縦になれねえな。この決まったか。成仏しな。大丈夫、きっと大丈夫。これでどう。待てた。何とかしなくちゃ。どうする。さあどうする。21番機、私は諦めない。23番機、なんとかしなきゃ。大丈夫、きっと大丈夫。17番機行くよ。ここを狙っている。何やいよ気合い。落ち着いて。行くぞ。
Thank you.
あれはハイクワット。私はさっき戦ったけど、正体はバカでかいクレーンなんでしょ。侮らない方がいいよ。多くの兵装や防御装置を備えている。特にプラズマキャノンには注意がいる。騎兵の装甲ではイチコロだ。クレーンのくせになんでそんな武器とかついてるのよ。抵抗勢力に合わせたんだ。釣り合うようにね。騎兵が現れたから武器つけたってこと？それでも勝てるはずなんだ、おそらくは。ね、迷わないで、きっとうまくいく。めぐみ、どういうこと？来るわよ、気をつけて。勝てなきゃどうにもなんないんでしょ。やるっきゃない。Thank you.
ち着いて。15番機移動します。どうしよう。17番機行くよ。私だって。ピンチはチャンス。16番機移動するわよ。私は諦めない。23番機よく考えるわよ。14番機移動開始するわ。よく考えて。攻撃範囲内。これで当てたわ。倒した。ここに攻撃が来るかては。攻撃範囲内。援護して。どうする。援護だ。必ず勝つのよ。調子で頑張ろう。みんなで生き残るんだ。